皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もブクブクで遊んでいきます。今輪っか多いですね。まあ、ただ2倍キャンペーンではない、キャンペーンというかイベント中ではありませんので、まあ、少し少なめですね、輪っか。おお、荒垣君とか下着ちゃんまで輪っかです。すごいですね。今ですね、イベントの輪っかはもう一回交換してるんですね。前回でしたっけ、前々回か。あと綿菓子がですね、7599個なんですよ。交換場で見てみると、迷いちゃんの星5がなんと8000です。8000個、綿菓子8000個です。ここです。今ちょっと所持通貨足りませんけど、これ絶対ゲットしたいので、早くですね、ちょっとクエストじゃないですね、ステージを進めていきたいと思います。だから他のゲームも一緒にやってますと、他のゲームもあれですからね、クエストを進めていくんですけど、まあ、こちらはステージを進めていくような感じですよね。ということで、今は10ですので、11まで終わってますね。12ですね。でアシストも使っていきますと、はい。私はもうアシストもアイテムも使ったことありますから、もう説明はいりませんよと。何が強いんでしょうね。やっぱこちらですかね。ああ、これスコアで変わるんですね。70万点以上でした。星3ついけそうですね。多分私が目をつぶってでも70万点いくと思います。もうちょっと今目つぶってやってみましょうか。さあ、ちょっと目をつぶってませんけど、まあ目をつぶってたら絶対なぞれませんよ。本当に適当になぞるぐらいですよね。どうなんですかね。ちょっと一瞬だけ5秒ぐらい目をつぶってみましょうか。ちょっと今から目をつぶってやってみます。1、2、3、4、5。どうですか。何も消えてないですね。ちょっとひどかったですね。もうちょっと消えてくれるかと思いましたけど、まあ、もしかしたら4秒間ぐらい消えてたのかもしれませんね。お、どうなるんだろう。ちょっと内容が分かんなかった。なんかプクがいっぱい出る。あー、つくタイプ。ん、どういうタイプ。ちょっと迷いちゃんも使っときます。ちょっと遊びすぎましたかね。70万でいきますね。よかったよかった。まあ、皆さんもぷくぷくになれたからといって目をつぶってやるのはダメですね。点数が伸びません。やっぱアシストいると違いますね。今110万点いってますよ。凄まじいですね。おお、すごい。おお、200万点いくんじゃないですか。いってますね。ハイスコアには足りない。お、レベルアップ。おお、フレンド枠も増加しました。いましたね。739位ですね、ランキング。いいですね。200万点超えると気持ちいいですね。これでまた菓子も少しはもらえるんじゃないでしょうか。まあ、早く8000個貯まったらですね、もう速攻であれですね、動画を撮ります。13ステージ。アシストあと2回ですね。よし、なでこちゃんで。ちょっと待ってください。ちょっとメミョンも使ってみますか。やっぱなでこちゃんにします。
メミは持ってたような気がします。同じキャラクターでも種類が違う福札だとやっぱ効果違うんでしょうね、おそらく。まあ、今度迷いちゃんゲットしたら早く迷いちゃんのアクションを見てみたいですけど、これキャラの数がステージによってなんか違ったりしますよね。これちょっと多いパターンですか。かなりつなぎにくくなりますね。5種類ぐらい多分今いるんじゃないでしょうか。前どっかのステージ4種類だけでしたもんね。ブクブクのキャラクターですね、このちっちゃい。やっぱ種類が少ない方がつなぎやすいですからね。まあ、なでこちゃんのスキルも荒垣くんのなでこちゃんの2種類しか出ないのでかなりつなぎやすいですね。ちょっと使いたいんですけどたまんないです。これでたまりますか。で、福札を大きくして、福札じゃないです、福を大きく、福っていうんですかね、これなんていうんですかね、このこれでも120万点ですね。結構もう100万点超えるのはザラになってきましたね。まあ、キャラクターのぷくぷくくんもレベル20超えてますんで、14まで来ましたね。長っ。うわ、今まで一番長いですね。あ、アシスト、あ、アシストが使い忘れましたね。さあ、まあ、スコアとかですね、獲得したコインとかの枚数が溜まっていくと、まあ、累積ですけど、それで綿菓子もらえますので、どんどんプレイ していった方がいいってことですね。カレンちゃんのこの重い今のつなぎやすさが半端ないですね。お、すごいすごい。さあ、いい感じですね。このままどんどん進めていきたいと思います。ちょっと一旦動画をつなげたいと思います。 OK です、つながりました。ということでですね、続きやっていきたいと思います。でもこんだけですね、サクサク進むと楽しいですね。見れなかった、その子、
そうだったんでしたっけ。荒木くんは独り言言ってたんですか。それは参りましたね。ほんと、荒木くんがですね、ありゃりゃですよ。なんか見たことないキャラクター使ってみたいですけど、では、おしのちゃんで、いつもこの子の名前を忘れてしまうんですけど、何でしたっけ、四つ木ちゃんがさっきのあれですよね、鬼のお兄ちゃんでいう子ですよね、確か。おいくらさんの名前も結構ちょっと読み方普通に読むあれじゃないですもんね。体育も行くって書いて、何でしたっけ、育ちか、なんかそんな感じの名前ですよね。全員のキャラクター出てませんからね。師匠、師匠みたいな女の人もいますよね。今の思い、今の今回のイベントで撮った結構いいですよね。複数のキャラクターがサイズアップしますので、かなりつなぎやすくなります。あ、まゆちゃんが、あ、結局使うの忘れてましたね、アシスト。まあ、それでもステージはクリアですね。今星1個でしたけど、まあ、結構星3個にするのは大変ですね。今このマイマイステージ02の方の建物で遊んでるんですけど、昨日ですかね、もうひたすらですね、01の方のマイマイのステージを全部星3つにしようと思ってずっとやり続けたんですけど、どれぐらいかかったと思いますか。ほぼ半日以上かかりましたね。まあ、休みの日だったんでよかったんですけど、もうひたすらハートドーナツが溜まった瞬間に星3つ目指してプレイするみたいなですね、そのずっと繰り返しです。こういうスコアだったらいいんですけど、なんかすごい難しいと言いますか、フィーバーの回数が30回、累計30回以上とかですね、その次は100回以上みたいなですね。なんか服のサイズが15以上を何個消そうみたいなですね、果てしなく時間かかるやつをずっとやってましたからね。まあでもなんとかおかげと言いますか、あれで頑張った甲斐ありまして、マイマイステージ01は全部星3つにいたしました。いや、長かったですね。でもそれだけ遊んでも、まあ、このフクフクの腕は上達しないっていうことが分かりました。でも一つだけ分かったのですね、このプックを消したときに大きくなった瞬間に同じプックつなげられるんですね。まあ今このローディング中とかそういう時に説明文でちゃんと書いていまして、それ何のことだろうと思ってずっと分かんなかったんですけど、いやーすごいですね、こうつなげられるんですよ。けどなかなか技がいりますよね。あ、また思い今使ってない。なんか話しながらやってるとあれですよね、毎回何かしら忘れますよね。
お、点数が伸び悩んでます。ギリギリかな。あ、お、よかったよかった。ギリギリだ。スコア78万点以上に対して79万点です。エリアボーナスがなかったら行ってなかったですかね。つむりくんですね。今私が他のゲームでミルクチョコオンラインっていう、まあ、シューティング4対4で戦う、シューティングゲームやってるんですけど、まあ、そちらもですねカタツムリステージっていうのがあってですね、まあ、カタツムリを倒せればまあなんですかね勝利っていうステージですか。なんですけど、あんまりそこのステージでカタツムリ倒す人ほとんどいないですね。みんな敵さん倒すのに集中してて、カタツムリはずっとテクテク歩いてるだけという、なんかすごいものすごいステージですけど、他のゲームもたくさんやってるとなかなか一つのゲームに時間割けませんからね。で、動画とかと私にも上げてますんで、結構まんべんなくプレイするんですね。要はプクプクだけずっと動画出してると、そうですね、他の動画楽しみにまた待っていただいている方に申し訳ないので、どんどんやってるとなんかどんどんするゲームが増えてくるんですよね。まあ、唯一救いなのが私のスマホの容量が少ないからですね。まあ、さっきみたいに動画撮れる時間が10分前後になりますんで、まあ、繋ぎ合わせないといけなくなるんですけど、まあ、今日ですねプクプクのなんか修正パッチみたいな感じですか、で更新データ更新しないといけないんですけど、容量が足りませんって出ましたからね。他のゲームを一回消して入れ直して、あれですね、容量作ってまた消したゲームを入れ直すっていうですね、なかなか大変な思いをしてます。さあ迷いちゃんは果たしてどうなるか。もうちょっとですね。でももうそろそろ時間ですね。さすがに3回動画をつないじゃうとものすごく時間長くなっちゃいますんで、まあ、問題は綿菓子ですね。ちょっと待ってください。メニューでイベントミッションか。全部受け取っておいて、問題のイベント 4個ありますね。さあ、お、結構ありますね数で。今いくつでしょう。あ、こっちでプレゼントボックスちゃんともらって、おお、7847、あと153個ですね。ということでですね、次回はですね、きっとこちら、私8000個たまって、迷いちゃん星5ですね。初の星5をゲットできると思います。ああ、早く欲しいですね。あ、足りません、出ます。ということでですね、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。次回はこちら、迷いちゃんをゲットして、実際に使ってみて、フィーバーというところまでですね、という構成でやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。